森田遥は、香川県高松市出身で、中華人民共和国国籍の女子プロゴルファーである。中国名は、ロエン遥か。所属はフリー。両親は中華人民共和国の元卓球選手で、日本で卓球コーチをするために来日し、在住している。遥かは、生まれも育ちも日本だが、日本の国籍法により国籍は中華人民共和国である。 父と練習場に行ったことがきっかけで9歳より、ゴルフを始める。香川大学教育学部付属高松小学校、香川大学教育学部付属高松中学校を経て、高松中央高等学校を卒業。2013年、日本女子アマチュアゴルフ選手権競技優勝。同年と2014年には、中国籍でありながら、日本のジャガ、ナショナルチーム入りを果たす。 2014年、全米女子、プロゴルフ協会ツアーの予選会に挑戦。ファイナルキューティーまで進出し、最終ラウンドに進出できなかったが、ユスルップが下部のシメトラツアーの出場資格を得た。2015年プロ転校し、シメトラツアーに参戦。同ツアー転戦にかかる費用、約2000万円のうち500万円を、クラウドファンディングにより支援を呼びかけ、 最終的に773万5千円を集めた。同年5月には、シメトラクラシックで、カブツアーながら、プロ初優勝を挙げる。年間獲得賞金ランキング10位以上に入ると、翌年のユスループがツアーに参戦できたが、惜しくも11位に終わった。同年日本女子、プロゴルフ協会のファイナルキューティーに進出し4位となる。二千十六年から TPD 単年登録者として、 ジェルピーがツアーに参戦、賞金ランク25位となり自身初のシード入りを果たす。2017年8月の北海道明治カップにて、ジェルピーがツアー初優勝し、同年の賞金ランクで自身最高位となる13位となる。この優勝の資格で、同年11月1日付で、ジェルピーが入会となった。国籍問題について優勝時のインタビューで、 選ばなければならないことは承知しているが、じっくり考えたい。今は自分のゴルフを磨きたいとして、熟考中であることを明らかにしている。2018年は、賞金ランク25位でこの年まで3連連続で、賞金シード入りを果たした。2019年、大王政治、エリエル・レディス・オープンで、単独3位以上に入れば、賞金シードに入れたが、 4位イに終わり賞金ランクは52位。2020年シーズンの第1回リランキングまでの JLP がツアー出場資格を得た。ありがとうございます。